彼をここから出すわけにはいかない。すべてを台無しにされる。この24時間に起きた身の毛もよだつ出来事に関して私は責任を負うつもりだ。しかし奴らの世界に対する私たちの関心は純粋に人類の向上のためだったということを理解してもらいたい。確かに何もかもすでに収拾がつかなくなったが、そこにリスクを犯す価値があったことは